山形、水戸、栃木、群馬、大宮、千葉、東京、武町町、甲府、松本、新潟、金沢、岩田、京都、岡山、山口、徳島、愛媛、福岡、北、九州、長崎、琉球2020年の J2 リーグ所属クラブの所在地。この項目では、2020年シーズンの J2 リーグについて述べる。J2 リーグとして22年目のシーズン。明治安田生命保険総合会社を、タイトルパートナーとして、 2020明治安田生命 J2 リーグの名称で行う。当初はリーグ戦そのもののレギュレーションに変更はなかったが J2 の3位から6位までが参加する J1 参入プレイオフの決定戦の試合方式については2019年12月16日の新シーズン大会方式発表時点では調整中とされた。また当シーズンより J2、J3 リーグについて U-21 選手出場奨励ルールを導入、J2 リーグにおいては、特別指定選手、西登録選手を含むシーズン中の21歳、以下日本人選手のリーグ戦総出場時間が、年間3780分以上となった、クラブ1クラブあたり300万円の奨励金を、支給することとなっていたが、新型コロナウイルス感染拡大による、 財務的な影響やチーム編成の状況に鑑み、2020年5月14日に同シーズンの適用を見送ることを決定した。第一節を終えた後、新型コロナウイルス感染拡大を受けてリーグが中断され、中断が長期化する中で、ホームスタジアムの利用頻度や試合日程、アウェーゲームやホームゲームの連戦格差など、競技の不公正が生じる可能性を踏まえ、 3月19日に行われた臨時実行委員会での了承をもってリーグ賞降格に関する特例ルールの適用が決定した。具体的には J1 参入プレイオフを取りやめ J2 から J1 への昇格は自動昇格2枠とした上で J2 から J3 への降格を取りやめるというものである。2019年12月16日に 大会方式及び試合方式が発表された。2月23日開幕、11月22日閉幕の全42節、合計462試合で行われ、東京オリンピック開催の関係で、7月18日19日開催の第25節から8月10日開催の第26節までの約3週間にわたりリーグ戦が中断する予定とされた。その後、 1> 第1節が行われた後の2月24日に示された新型コロナウイルス感染拡大についての国の専門家会議の見解を受け2月25日に行われた理事会で3月15日まで開催予定の J リーグ全公式戦の延期を決定さらに3月12日の理事会で3月29日までに開催予定の J リーグ全公式戦の延期を決定 この時点で4月3日からの再開を目指したが、事態が収束しないことや準備等を勘案し、3月25日の臨時実行委員会で J2 の再開目標を5月2日の第13節に再設定し、第12節までの延期を決定した。4月3日の臨時の実行委員会は、5回目の新型コロナウイルス対策連絡会議での専門家チームからの助言を受け、 3月25日に決めた再開、開幕の日程を白紙に戻すことを決定。4月8日に5月27日まで開催予定のすべての公式戦123試合の延期を発表した上で、その後の開催予定も未定とした。さらに4月30日には6月7日まで開催予定のすべての公式戦49試合の 延期を発表した上で、その後の開催予定も引き続き未定とした。5月29日に行われた臨時実行委員会で J2 の再開日を6月27日とすることを決定し、6月15日に再編した第2節以降の日程が発表された。8月30日の第15節まで具体的に対戦カード、試合時間、会場が決定され、 第16節以降は対戦カード、開催日のみ決定とされた。第2節、第3節については、リモートマッチでの開催とされ、以後の試合の扱いは決定次第公表とされた。なお、試合運営方法の変遷については2020年の J リーグ新型コロナウイルス感染拡大の影響を参照のこと。 2020年シーズンの J2 のクラブ数は、前年同様の22。2019年の J1 リーグ17位の松本山が、FC は2018年シーズン以来2年ぶり、同再会のジュビロ岩田は2015年シーズン以来5年ぶりの、降格。また2019年の J3 リーグ優勝のギラバンツ、北九州は2016年シーズン以来4年ぶり。 同2位のザスパクサツ群馬は2017年シーズン以来3年ぶりの昇格。京都サンが FC はこのシーズンから本拠地をサンガスタジアムバイ京セラに移転する。突起なき場合、監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めている。新型コロナウイルス感染症の影響により、第一節終了後4ヶ月余りの中断期間が入ったリング戦は8月8日9日開催の 第10節以降、16日間で5試合の5連戦をひたすら繰り返すという超過密日程となったが、序盤は長崎、大宮が開幕4連勝を達成。長崎が粘り強い戦で開幕9試合無敗を達成すると、大宮が剣士を武器に6勝2敗で2位に食らいつく展開となる。ところが大宮は、その後、得点力不足などから13試合で勝ち星を1しか、 上げられないなど大きく低迷。一方の長崎は勢いを保ち続け、第17節まで2敗のみと首位を改装する。しかし、長崎は9月に入って5分け3敗と失速し、4位にまで後退。代。わって、昇格受け追い人、小林真嗣の下で、J3 から昇格した北九州が第7節から9、連勝、10戦無敗で、第18節に、クラブ初の首位に躍り出る。 しかし北九州も9月下旬から停滞し、失速21節から9戦無勝ちとなる。そこへ就任4年目のリカルド・ロドリゲスが引き、新加入の FW、柿田裕樹と MF、西谷和樹を中心にパスサッカーを展開する徳島が第22節で首位に立つ。さらには新たに昇平した長谷部茂都の下でリーグ最小失点の剣士を誇る福岡が、 第16節から15試合負けなし、第17節から12連勝を記録し、16節の17位から、第27節で首位まで一気に躍り出る。福岡が11月に入って停滞したところへ、第17節から17試合でいっぱいの徳島が、第30節で首位を奪い返して、終盤戦を迎える。第十九節を終わった時点で、首位徳島を勝ち点差で、福岡。 さらに一時は4位に沈むも FW へジガルジュニオを緊急補強し、反転攻勢に出た長崎が勝ち点差2で追う展開となり、優勝、昇格争いはこの3チームに絞られた。迎えた第40節、勝てば J1 昇格となる徳島は、千葉の粘りの前にスコアレスドロー。2位福岡が京都に、3位長崎が東京 V に勝利し、 三チームの勝ち点差は5に縮まる。そして第41節、徳島はホームで大宮に勝利し自力での2位内を確定。福岡もアウェーで愛媛に勝利。長崎がホームで甲府相手に先制するも追いつかれ、ドローとなったため、長崎と福岡の勝ち点差が4となり、福岡の2位内も確定。両チームの J1 昇格が決定した。そして最終節。 首位徳島と2位福岡の直接対決が組まれ、FW、石津大介のゴールで、ホームの福岡が勝利するも、試合前に14あった、得失点差で及ばず、徳島が逃げ切って、j に初優勝を遂げた。最終更新は2020年12月20日の、試合終了時出展、J リーグデータサイト順位の決定基準。 1. 1勝ち点 2. 得失点差 3. 直接対決の勝ち点 4. 直接対決の得失点差 5. 直接対決の得点数 6. 勝利数 7. 得点数。1J1 リーグ昇格は J1 ライセンスを保有するクラブに限る。2J2 における年間順位の上位2クラブのうち J1 クラブライセンスの交付判定を受けられなかった J2 クラブがあった場合は、 当該、J2 クラブは J1 に昇格できない。この場合において、J2 における年間順位3位以下の J2 クラブが J1 に昇格することはない。32020年シーズン終了時点において、J2 リーグ戦がリーグ戦成立要件を満たさなかった場合、J2 クラブの J1 への昇格は行わない。1節から21節22節から42節、最終更新。 2020年12月20日出展。J リーグデータ最終更新は2020年12月20日の試合終了時出展。J リーグデータ1差10列のチームがホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキイコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。最終更新は2020年12月20日の試合終了時出展。J リーグデータ最終更新。 2020年12月20日出展、J リーグデータ中期、第2節、第3節の全試合、第11節、第13節、第15節の琉球のホームゲームは、リモートマッチで開催。第4節以降は入場制限ありで開催。前シーズンは J1。前シーズンは J3。ありがとうございます。